ハロー YouTube ニーハオヨーグアンリンチです。ですね、今日もですね、皆さんの、大好きなですね、バクライタイムのお時間ですね。はい、ですね、今回のね、中華ニュースはですね、香港のですね、リジャーチャン、広東語でね、リカシンだと思うんですけども、彼がですね、なんと、中国国内、で不動産をね、買い始めたというね、このニュースがですね、今中国国内でね、バズっています。それでね、この、ニュースにですね、この件に関して、ちょっと矛盾のあるニュースなんですけども、この件に関して、このね、リジャーチャンはですね、火事の時にこう泥棒してるのかと、だから人がちょっと傷ついてる時に、その、弱みにつけ込んでこれをね、買おうとしてるのかという話もありますし、このですね、リジャーチャンがですね、リカシンがですね、中国国内で不動産をね、買い始めたということは、中国国内のですね、不動産が今底値なのではないかと、逆に言うとね、これからまたね、上がっていくのではないかという期待を込めてですね、こういったニュースがね、バズっているわけなんですよね。このね、リカシンっていうのはですね、もともと香港、最大のお金持ちで、動画10年ぐらい前かな、魚の尾は食べないと言ってですね、イギリスに自分の、資産をね、がっぽり移したわけなんですよね。それでね、しばらくイギリスでその投資をしていてですね、それからね、ベトナムに、また最近ね、投資をし始めたということで、ベトナムがね、少なくとも、ここからね、10年間ぐらいは一気にガーッと、規模が小さいながらもね、ベトナムの人口っていうのは10億人、あ、1億人ぐらいなんですけども、そこからですね、なんていうのかな、ベトナムってほぼ全体がね、沿岸部なんですよ。だからね、なんていうのかな、工場とか建ててね、そこから輸出する分にはしばらくはね、だいぶ有利だろうということでですね、今ベトナムにガンガン工場ができていて、投資がね、集まっているという状況なんですよね。そこにね、この、リーカーシンもいるということで、それがね、なんていうのかな、中国国内の不動産ね、再び買い始めたよという話になってるんですけどもね、この話ね、実はですね、半分フェイクでですね、香港の、そのプロジェクト自体はですね、香港の、海遊泳っていうね、不動産のことなんですよね。不動産プロジェクトというか、もうできてるんで、プロジェクトというのかどうか分かんないんですけども、中国国内のですね、どこかな、要は合計、2社ぐらいの不動産デベロッパーがですね、合同で香港のですね、海遊泳っていうね、その集合住宅、マンションをね、開発したわけなんですよね。そこでですね、香港の銀行から、100億、香港ドル、借りていたということでですね、で、中国国内の不動産デベロッパーの場合ですね、例えば、このプロジェクト自体が、170億、香港ドルのプロジェクトだったと、それに対してですね、100億、香港ドル、借りたということでね、こういった時にどういったことをするかっていうと、その100億をですね、そのプロジェクト自体に、使わないでですね、すぐに他のところに土地を買いに行く、ということをやってしまうのですよね。それでね、ガンガンたくさん土地買っていって、土地買ったらそのプロジェクトを担保にまたお金借りて、また土地を買いに行くっていうことをね、ここ10年間ぐらい、繰り返していたんですけども、そのシステム、ですね、最近限界に来てですね、もちろんね、このやり方っていうのは多くの国でできないんですよ、そもそも。できないで、なんでかっていうと、どっかからお金借りたらですね、そのお金をなんかそう管理する機構っていうのがあってですね、銀行かなんかが管理していてですね、そのプロジェクトが進むにつれて、そのマンションに対してそのお金を支払っていくみたいなね、システムがあるんで、海外じゃそもそもできないんですけども、中国だともうすぐに他の土地買うっていうのができてたんですよね。で、それで他の土地、買いに行って転がしていたらですね、最近に来て限界に来たと。で、それでね、なんつうのかな、これ香港ドルなのかな、
で、で借りてたのかちょっと分かんないんですけども、実際米ドルなのか分かんないんですけども、その債権に対するまあ 5% ぐらいの、利子がですね、ということはあの5億あの香港ドルですね、あの5億香港ドル、5% だったら5億香港ドルですね、その利子があったとして、多分10年だったらもう50億香港ドルぐらいね、もうあの払っていると、いうことですよね。でずっとこう利子を払ってきて、も最近でも他の土地がもう全然売れなくなってきて、まあ、中国国内あのあらうらなんですけども、あの、まあ、だからそれでお金がなくなってきて、マンションと途中まで建てたんだけども、とうとう建てられなくなったと、いうことでね。でいろんなところでね、こういったあの爆雷が起こってるんですけども、まあとりあえずね、その香港にですね、あの100億香港ドル の借金があると、債権があると、債権があるということで、これがね、あの返せなくなってきたわけなんですよね。もう利子すら払えなくなってきたと、いうことでですね、それでね、その、さっき言ったあのリラチョンっていう、あのリカシンっていう、あの香港、元香港のお金持ちがですね、あ、じゃあこの債権俺が買うよって、こう銀行にね、この提案したわけしてるわけなんですよね。それでそのついでにですね、広州の方に、その会社の人に会いに行ったのかな、見に行ったということで、まあ、だからその銀行からね、その100億、香港ドルの債権をね、買い取ってしまえばですね、その債権を盾にですね、まあその、まあ、利子を払えと、まず利子を払えと言えるんですよね。利子が払えないんだったら、そのさっき言ったあの香港にあるあのカイユエっていう、あの集合住宅の今すぐあの競売にかけて、あの現金化して、あの金を返せと、いうことがね、あのできるわけなんですよね。それから、あの、ま、なんていうの、その借金100億、香港ドルの借金をね、それかもう本当に、株に変えろと、あのそのだからその会社全体 の、プロジェクト全体の株に変えて、この、そのプロジェクト自体を差し押さえさせろと、そういったことが、ね、できるわけなんですよね。まあ、だからですね、あの、まあ、中国国内の、まあ、2社の、ね、不動産デベロッパーがやったプロジェクトがですね、もうなんかあの資金繰りが回らなくなってきたと、もう借金の利子すらあの返せなくなったと、まあ、そこに来てですね、あの、ああ、じゃあ俺が引き受けるよと、いうふうに、ね、やってきただけと、いうことでですね、あのこれからあの中国国内の不動産がね、上向くとかどうかとかね、あの全然あの関係ないということになってるんですよね。まあ、結論そうなんですよね。それでね、実際今中国国内 の不動産の状況がどうなるのかというと、まあ、どんどんね、あの、中古マンション市場、中古マンションに売り出される不動産の量がですね、まあ、今年の初めから、2023年の初めからですね、まあまあ、大体 25% から、今年の年初から、その今6月か、6月までに、まあ国全体で 25%、まあ、見えるだけで 25% 増えているという状況になっていて、これがですね、おそらくあの上海に至ってはですね、80% 増えているということでね、これだけ一気に増えるということはね、あの皆さん分かってますよね。まあ、普通はあんまり良くない状況になっていきますね。実際にこう上海のまともな金持ちっていうのはね、もう現金化して、まあ、どうにか他のところに移してしまおうと、少なくとも、ね、資産だけを移してしまおうと、それからもう資産を移せないまでも、あの、なんていうのかな、現金化しておけば、まあ、しばらく、何十年か安心だよね、まあ、何十年かどうかは分からんけど、しばらくその耐えられるよねみたいな、まあ、要はね、冬ごもりしようねみたいな、そういった状況になってるんでね、まあ、だから、まあ、いつも言ってる通り、あのここ、まあね、まあ、僕は友達もずっと言ってたんですけども、あの中国、特に上海とかね、広州とか深圳とか、そこら辺 の不動産にだけは、ね、ちょっと触るなと言ってきたっていうだけでも聞いてくれなかったと。でね、あの、まあ、この、リジャーチャンっていうのはですね、なんていうのかな、まあ、だからちょうどいい、なんかあの、まあ、プロジェクト、まあまあ、これ、まあ、100億、100億でその170億 の、なんていうの、プロジェクトもコントロールできるんで、あの、まあ、まあ、買いに来ただけだよという話でした。はい、今日の、ね、この動画が、ね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、にんちぃでした。ついちん。